どうも、今日は。おはようございます。皆さんのご出席を賜りまして、安倍先生、石破先生の共通の勉強会を開催することができることになりました。心から厚く御礼を申し上げます。この会の主催は呼びかけ人山本雄二、古谷啓二となっております。私どもこの2人に加えまして合計7人、野党になりましてから政策集団のぞみというそういうグループを作らせていただきました。その会でこの勉強会を主催させていただきます。梅雨の終わりの頃に私は突然安倍先生からお電話を頂戴しました。今日夜9時に集まってくれ、夜9時です、大変なことが起こったのじゃないかな。安倍先生のお誘いに応じて会合場所に行きました。そうしますと、もうそれは7月ですから、今からもうだいぶ前のことでございますが、領土問題、尖閣問題、特に海保の問題、あるいは自衛隊の問題、そういったものについて緊急にやっぱり考えるべきだと言って数人で協議をさせていただきました。私はこの安倍先生は本当に今の日本を考えていらっしゃる。私は近くお付き合いをずっとさせていただいておりますけれども、人間的温かさだとかカリスマ性だとか抜群の人であります。私はやがて安倍先生が保守を再生してくれるだろうというように確信しております。また石破先生、無派閥という立場でありながら、ほぼ土日全部自分の選挙区じゃないところに人も応援に行ってんです。私は与党というのは一人一人が議席を得て、その集団が与党となる、それしかないと思います。そんな意味で全てを投げ打ってこの自由民主党が与党になることに全身全霊を尽くされているということを、そばにいて私は感動いたしております。この2人しか私は今後自民党の権力がない、そう確信していただきまして、させていただいて、私はもう2月ぐらいからお二人が一緒にならないかな、ならないかなって言って趣味にお誘いをさせていただきました。そういう辛抱遠慮の中で今日この日が あったわけでありまして、どうか一つ皆様方誤解なきように、この国のためにやっているということを強調いたしまして、当然あるわけでありますし、私も総理大臣時代はそういう認識で対応しておりました。残念ながらすでに捉えてしまっている、すでに不法占拠されている地域を取り返すのは、これはもう外交交渉しかないわけでありますが、我々がしっかりと管理をしている、私たちのまさに実効支配が及んでいる地域を守るのは、これは広い意味での軍事力ということであります。まあ、これは海保の力も含めてということに散るんだろうと、こう思うわけであります。で、昨今の出来事について、一部には、まあ、すでに、まあ、自民党自体からの対応が悪かったのではないかという、批判が、まあ、あるわけで、ありまして、まあ、これはどんな政策についても、評論家等がそんなこと言ったって自民党もやったでしょと、まあ、この、パターンで批判してくる人たちがいます。まあ、確かに私たちもですね、長い間政権を取る中で問題がなかったとは言えないわけでありまして、我々政権復帰するに際してそうしたことも反省をしながら新しい自民党としての対応をしていく必要は当然あるんだろうと思いますが、自民党政権時代と今起こっていることはかなり根本的に違うと言ってもいいと思います。竹島に対して韓国の大統領が上陸をする、かつ天皇陛下に対してあんな暴言を吐くということは未だかつてなかった。そして尖閣に対して中国がとうとう革新的利益があると言ってきた。革新的利益についてはちゃんと定義を持っていて、国の体制に関わること、そしてまた領土領海に関わること、持続的な経済発展に関わることは革新的利益である。革新的利益については一歩たりとも譲らないというのが中国の基本的な姿勢であります。かつてウイグル、チベット、
台湾を指定して外国がその対応に対して批判すると彼らは激しく反発をしてきました。自民党時代に竹島を指定してきたことはなかったのでありますが、とうとう民主党政権になって人民日報にそのコラムが出て、そしてとうとう政府高官である大和井氏が革新的利益があるとこう明言をしたのであります。なぜこうなってしまったか、これはまさに民主党の外交敗北であろうと思うわけであります。民主党政権ほど地を低くして韓国や中国に配慮してきた政権はおそらく未だかつてなかっただろうと思います。でも結果はどうなったか、これが外交の冷徹な現実であるということを私たちはしっかりと認識をしなければいけません。ただ党派的に民主党を批判しているのではないんです。そのことから分析をして私たちの島国土領海を守っていかなければいけないということを申し上げているわけであります。鳩山さんが総理大臣になって日中韓の首脳会談を行った、温家宝首相とそして今幕大統領が出てきた、その場で冒頭鳩山さんは日米関係ともすれば同盟関係ということで、重視しすぎた、これを見直しをしてこれからは北東アジアを重視をしていくということをテレビ入りのまさに場面で彼はこう発言をしたのであります。この発言が外交敗北のまさにスタートと私はなったんだろうと思います。これを見ていたリチャード・ロールスという国防総省の石破さんもよくご存知の米軍再編を進めた人物であります。彼はワシントンでこのニュースを見ていて、愕然としたんですね。鳩山さんは全く日米同盟の意義が分かっていない、鳩山さんや何人かの民主党のいわば崇高な人たちが日中関係日米関係これは同じ重要性ですねという、正三角形論ですね、これをもてあそんだわけであります。もちろん日中関係とっても大切です。でも日米関係とどこが違うか、それは同盟関係とそうでない関係であります。同盟関係とは何かといえば、突き詰めて言えば第5条に書いてある日本の施政権下が及ぶところがもし海外から侵略された場合共同対処する、それはつまりアメリカの若い兵士が日本のために命を懸けるということであります。この若い兵士にも恋人がいれば旦那や奥さんがいます。愛する人々が彼が日本のために命を懸けることを理解をしていなければ同盟は決して機能しない、これは当たり前のことなんだろうと思います。そのために何が必要かといえば、信頼関係しかないわけでありました。つまりローレス氏はこれを見ていて、俺たちの若者が日本のために命を懸けるんだということをこの総理大臣は理解をしていないと同時に彼は私にこう言いましたね。これを聞いたその場にいた首脳は同様にこの人物は日米同盟の意義を理解していない、こういう人たちが政権を取っている間に取れるものは取ろうかと思うのが当然なんだろう、そして事実そうなってしまったわけであります。その間韓政権において朝鮮王室疑義を戻す、これは65年の基本条約に伴うさまざまな協定で完全かつ最終的に決定したことを覆して見せた善意であります。残念ながら善意に対して善意は返ってきていない、これは外交の基本から外れた私は結果なんだろうとこう思うわけであります。日米同盟というのは5条において日本防衛義務があります。これは1960年の安保条約の改定において付け加えられたものであります。古い安保条約が5条までしかない、新しい安保条約が1条から10条までありますが、肝はこの5条と、そして日本の若い兵士はアメリカのために命を懸ける必要はありませんが、しかしその代わり基地を提供していくという6条でかろうじて我々は総務性を保っています。しかしこうして気をつけられた日米同盟関係を回復をしていくためには何をすべきかといえば、もうすでに私は明らかなんだろう、まずは真の意味で対等な条約同盟国になる、それは集団的自衛権の行使という解釈の変更だろうと思います。安倍政権下において
安保法制機構で、まあ、4分類についての、法解釈を変えていくということを、事実上最終的に、まあ、出来上がったのは福田政権でありますが、研究の成果として出してもらいました。それは、まあ、いわば、航海において米国の艦船と日本の艦船が共に走っているときに、米国の艦船がもし攻撃をされたら日本の船が助けることができるかどうか、これ助けなければ同盟関係はその場で崩れますね。これは当たり前のことですね。でそしてまた、あるいはミサイル防衛について、日本に飛んでいくミサイルは落とすけど、グアムに飛んでいるミサイルはこれは見逃す、これはありえないですね。この答弁をするだけで日米同盟は傷つくんですよ。これ技術的にまだそのミサイルは開発されていないとはいえ、そういう事実上答弁をすることで傷ついていくんだろう。先ほど申し上げました、なんといっても自分の恋人がそういう国のために命を懸けるのかということであります。そしてその他には、まあ、駆けつけ警護や一体化の問題、これはもう日本だけの世界であります。世界の標準にしなければ日本は世界とともに日本の平和そして世界の安定を守ることができないということなんだろうと思います。そして、なんといっても、まあ、中国という国は、日本にとって、まあ、これから外交安全保障上のですね、最大の、まあ、課題、どう付き合っていくかということが課題なんだろうと、思います。もちろん日中関係、経済においては切っても切れない関係ですね。日本は中国に投資をし、そして輸出をし大きな利益を上げていますが、中国も同様に日本の投資によって雇用を創出をしてますね。そして日本から資本財を輸入することによって、それをさらに、加工して海外に輸出をして大きな利益を得ている。お互いに切っても切れない関係、これをお互いに認識しながらさまざまな事態をコントロールしていこうというのが、まあ、戦略的互恵関係と言ってもいいんだろうと、思います。友好第一ではなくて、お互いに国益をちゃんと目的に据えようというのが、まあ、この考え方であっていることは申し上げておきたいと思います。まあ、しかし中国は一党支配の国でありながら資本主義経済を導入をしているという、まあ、特殊な国であります。中国共産党の一党支配を維持するためには、国民が、まあ、去年より今年の方が豊かになったねということを実感できなければ、共産党の指導、一党支配の指導を受け入れ続けることはないわけでありまして、この共産党一党支配の維持の柱は何といっても高度経済成長です。高度経済成長のために必要なものは資源なんですね。だから彼らは資源は貪欲に確保しようとしている。それが南シナ海、東シナ海、西沙諸島等での彼らの行動に表れているし、そのために彼らは20年間ずっと毎年毎年国防費を 10% 以上増やしてきたわけであります。それにはちゃんと理由があるんだろうと思いますね。そしてここで我々は彼らとどう付き合っていく、まあ、もう一本の柱は愛国主義教育という厄介な問題があります。愛国主義教育は残念ながら中国においては反日と裏表になっている。愛国主義教育、まあ、これは中国共産党の指導のおかげで中国はこの誇りを維持し独立を守っている。かつて軍国主義日本を倒したのは中国共産党、これはまあ日本を戦って相手は国民党ですから、それ違うんですが、彼らの弟子の教えではそうなっている。まあ、だから日本が残酷なら残酷なほど中国共産党の価値が上がるという、まあ、いびつな形になってまあいるということであります。まあ、この中国認識をちゃんと頭に入れながら事態をコントロールしていくということが大切だって、民主党政権はこういう認識なしに、戦略なしに政権についたというところに最も大きな問題があったんだろうと、こう思うわけであります。そしてそこで大切なことは何かといえば、まあ、中国が支援が必要なんであれば、お互いに協力をしながら支援を確保していこうという、まあ、国際社会の常識的なルールにのっとってやっていきましょうよ、お互いが成長していきましょうよという世界に入れることであります。今まだ彼らは日本から取れるかもしれないと少し思い始めた、民主党政権になってそれが思いが強くなったんですね。これをしっかりと断ち切る、我々は断固としてこの島を守りますよということが必要なんですね。そのために話は戻りますが、やっぱり日米同盟関係の絆を強くする、やるべきことをちゃんとやり信頼を復活をする。そして、もう一点は、もし今
中国の兵隊が、まあ、兵隊が上陸をするということはなかなか想定できませんが、もし尖閣に上陸をしてオバマさんが、野田さんがオバマさんに電話して海兵隊よこしてくれと言ってくるかどうか、これそう簡単には来ませんよ。誰も住んでない島です。まずはもちろん私たちがちゃんとあの島を確保する、管理する、やっぱり公民がちゃんと住んで管理をしていくという姿が必要でしょう。そしてそれと同時に大切なことは何かといえば、まずは私たち自身がこの島のために命を懸けて守っていくということが大切であります。私たちの島、私たちの海、私たちの国民のために命を懸けない国民のために命を懸けてくれる人は世界中探したって実はどこにもいないわけでありまして、まあ、これが私が分からなくなってしまったのが60何年間の戦後ではなかったのかなとこう思うわけであります。まあ、だからこそ戦後体制から脱却することが求められているとこう思うわけであります。私が大学を卒業した年が1977年でございました。まあ、この年に日本の戦後体制の矛盾が明らかになったんだろうと思うんですが、この年の9月に奪下において、まあ、日航機がハイジャックされました。ハイジャッカーは赤軍派、彼らの要求というのは何だったかといえば、服役中の釈放と身代金でありました。この要求に応えなければ人質をみんな殺すと言って日本側を脅かした。日本政府はこれに対応して服役中を釈放しました。まあ、国際社会は厳しく非難しました。テロリストに屈してテロリストを矢に放った。まあ、しかし今から避難することは簡単なんですが、私がその時総理大臣であったとして別の道が取れたかということなんですね。まあ、憲法にあるように平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの生存と安全を保持しようと決意した。その国の憲法には私たち国民の命は断固として守るということが書いてありますが、それは世界の国々に任せるということが書いてありますから、こんなことが起こることは想定していなかった。まあ、ですから日本の警察や自衛隊を送って対応しようとしてもそれは憲法に抵触すると言われていた。だから法律もないし能力もない。日本の自衛隊や警察を使って助けないんですから、代わりにバングラデシュにやってくれたって言ったらやりませんよ。それはアメリカとヨーロッパに要求したってそうだった。ですからまあ人命や地位よりも人を嘘ぶくしか私はなかったんだろうと思いますね。で、皮肉なことにこの1ヶ月後に1977年の10月にスマリアでルフトハンザ機が PFDP にハイジャックされました。当時の社民党西ドイツ政権は GSG9 という特殊部隊を送って乗客を全員救出をしました。世界は称賛した。日本と全然違うじゃないか。同じ敗戦国でありながら何が違ったかといえば、西ドイツは何回も憲法を改正していてそれを可能にし、日本はやっていなかったということであろうと思います。そして、最後に1点であります。この年にもう一つ出来事がありました。この9月に、今年の9月に石川県から、まあ、久米豊さんという方が北朝鮮によって拉致をされた。警察は頑張ってすぐに実行犯の一人を捕まえた。まあ、しかしそれによって分かった事実というのは、主犯はキムセホというバリバリの工作機関が主体的に関わっていたということも分かったけれども、北朝鮮と相対峙することはそこで避けたんですね。結果実行犯の一人は釈放してしまいました。これご承知のようにその人は今も日本で暮らしています。そしてキムセホについてはひたすらずっと捜査を続けて、小泉政権時代、そして官房長官の時に国際手配をするということになります。外交はメッセージであります。今度北朝鮮はびっくりしたんですね。実行犯の一人が捕まっちゃったから、これは拉致問題、彼ら拉致作戦が露見するんではないか。しかし日本はそこでやめてしまった。結果何が起こったかといえば、2ヶ月後の11月に新潟の海岸から横田めぐみさんが拉致をされるということになった。もしあの時にしっかりと相対峙をしていたら、今でもめぐみちゃんは日本にいるかもしれない。つまり戦後の体制は13歳の少女の人生を守ることができなかったということに、まあ、我々立法府の一員は向き合わなければならないのではないだろうかと思うわけであります。まあ、今後この尖閣に対してまた挑戦があるかもしれません。法的にやるべきこと
まあ、特定国境離島等も含めて、さまざまな法案をすでに我が党が用意をしています。それにのっとってですね、しっかりと対応していくことが求められているんだろうなと、このように思います。お約束の時間が参りますので、これで閉じさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。どうも、安倍晋三先生ありがとうございました。それでは早速引き続きまして石橋茂先生から、ご講演いただきたいと思います。よろしくどうぞ。皆様おはようございます。いつもお世話になります新宮島であります。今日はのぞみの勉強会にお招きをいただきました。本当にありがとうございます。また安倍晋三元総理とともにお話をすることを大変にありがたいことで光栄に思っております。今安倍先生から本当にその通りだというお話がありました。 120% その通りだと思っております。私は何のために政治家をやっているかというと、それは日本を本当の独立主権国家にしたい、その思いで国会議員をやってまいりました。それは憲法をきちんと見直す、この日本国憲法はよく読んでみると国家の独立のために必要な規定を2つ書いております。一つは軍隊の規定がない。軍と警察の違いはただ一つです。国家の独立を守るのが軍隊、国民の生命財産そして公の秩序を守るのが警察、明らかに違うのであって、国家の独立を守るための軍隊の規定が憲法のどこにもない。そしてもう一つは、我々はいろんな自由を享受いたしております。言論の自由であり、結社の自由であり、信教の自由であり、多くの自由を享受していますが、それが侵害された時にそれを守ってくれるのは合衆国でもなければ中国でもなければイギリスでもなければフランスでもない、日本国しかそれを守ってくれるものはありません。その日本国そのものが侵害をされたらば、もう我々の自由を誰も守ってくれないのであります。その日本国の独立を維持するために、その目的に限って国民の皆様方に義務を課し、そして権利を制限する、それは国家の独立を守る、つまり国民の自由を守ってくれる、権利を守ってくれる、国家を守るために当たり前のことであって、どの国の憲法にもその非常事態条項の規定があります。この規定を日本国憲法は持っておりません。考えてみれば当たり前のことで、日本国憲法ができた時に我が国は主権がありませんでした。だから日本国の独立という概念はどこにもなかった。日本を守るのは連合国の占領軍であり、そしてまた非常事態を宣言をするのはおそらく連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーであったのでしょう。当然国家が、今年は日本が独立して60年です。独立した時にその2つの規定を当然入れなければならない、当たり前の話です。自由民主党はそのためにできた政党のはずであります。我が党結党以来、多くの方々がそのことに向けて努力をしてこられました。しかし今なおそれは実現をしていない。まあいいではないかと、そのようなことは日々の暮らしに関係ないし、そういうことでここまで来ました。そのことを突き詰めて考えず、私どももそのことを国民に向かって訴えず、その結果が今日の状況だということを私は認識をするものであります。そのことを勇気を持って訴えていかねばならない。私は小泉内閣で防衛庁長官を拝命をいたしました。有事法制は絶対にやるということが小泉総理の強い意志であり、そしてまた福田官房長官、安倍副長官の強い意志でありました。それまでは有事法制といえば、なんだ戦争準備のための法律なのかと言われて、みんな腰が引けておりました。しかし当たり前のことで、戦車が赤信号で止まっていいはずがない。
有事において民間人が戦場にいていいはずがない。日本に手をかけようという国から見ればこの国は戦車赤信号で止まるのだ、この国はいざという時に民間人が戦場にいるのだ、そのことがどれだけ我が国の地域の平和と安全を損のうものであるか、私は答弁の機会をいただきそのことを訴えてまいりました。民主党の賛成も得てあれが本会議場で成立をした時の光景を私は一生忘れることがないだろうと思っております。憲法の問題をきちんと訴えていかなければならない、それは我が自由民主党の国家国民に対する責務だ、私はそのように信じております。今こそそれをやらねばならない。96条の改正というのも必要でしょう。それは普通の法律とは違います。衆議院参議院は対等であり3分の2を2分の1に下げたとしても衆議院参議院両方がそれを発議をしなければなりません。そして国民投票にかけなければなりません。96条の改正から始まって9条の改正も当然のこと、今元総理がお話になりましたように憲法の前文に何て書いてあります。主語は我々日本国民です。平和を愛好する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの生存を保持しようと決意した。そうでなかったらどうするの、想定外でした。そのようなことを我々は絶対に言ってはならないのであります。私たちはその前に国家安全保障基本法、この法律を合意決定をいたしました。憲法改正までにはまだ長い道のりがあります。では憲法9条を全部読んでみてどこから集団的自衛権は行使不可ということが出てくるのか、私は戦後の国会答弁を全部読んでみました。論理的にそれを説明した答弁は一つもありません。出てくるはずがないのであります。だとすれば解釈を変えるということになるんですが、歴代法制局は内閣が変わったからといって解釈を変えるなどということがあってはならない、その立場をずっと堅持をいたしております。で、解釈を変えるんだ、法制局長官を変えればいいんだとこう言っても絶対に変わらない。一方これを認めるべきでないという人たちはこれを認めたが最後かっての侵略国家日本になるぞというお話をされ、認める側も認めない側もその論理が交わることはありませんでした。私は6年かけてこの話を議論をしてきました。安倍内閣の時のいろんな議論も本当に貴重な参考にさせていただきました。きちんとした法律を作ろうということであります。我々立法府にいるものは国権の最高機関であり唯一の立法機関である、そこに身を置いております。そうであれば日本国憲法、それと矛盾しない形の法律を作る、それは立法府の議員の責務だと私は信じております。国家安全保障基本法を作る、そして国を挙げて安全保障というものを考える、先般の東日本大震災、大津波、原発事故において自衛隊は多くの活動をさせていただきました。あまり我々には聞こえてこなかったけれど、例えて言えば輸送能力が足りない、高速道路無料化なんぞって愚かなことを言ったのでフェリー会社はほとんどが経営危機に陥り、フェリーの多くは売却をされた、輸送能力が足りない、そういう時に民間の船舶を使うという規定はない、あるいは通信において割り当てられている電波帯が狭いので十分な通信ができない、そういう問題があります。現場の自衛官たちは与えられた法律と権限の中で最善を尽くしますが、それを変えるのも我々立法府の人間の使命ではないんでしょうか。これは総務省に言ってくれ、これは国土交通省に言ってくれ、
本当にそんなことでいいんでしょうか。我が国の高速道路は不思議な話ですが、眠くならないようにわざとカーブを作ってあるという説があります。フランスに行ってもわかる、ドイツに行ってもわかる、高速道路はいざとなったら滑走路で使う、そういう国柄の違い、政府を挙げてこの問題に対処していかねばなりません。そして文民統制がきちんと確保されねばなりません。文民統制の主体はあくまで国民に対して責任を負う、選挙で選ばれた我々国会議員が文民統制の主体であらねばならない。文民統制の確立も謳った国家安全保障基本法であります。最後に尖閣と竹島について申し上げておきます。今総理がお話しあったように、その実態はまるで逆のことであります。じゃあ尖閣においてはどうするのかといえば、ありとあらゆる事態を想定しておかねばなりません。私は国会答弁で何度も申し上げました。いきなり自衛隊を出すという話にはなりません。それが警察権の行使としての海上警備行動であったとしても、出てくるのは護衛艦です。だとすれば中国は何と言うだろうか。先に武力を持って対処したのは日本である、そう言って世界中に宣伝するに決まっております。まず海上保安庁の能力を上げるということを考えていかねばなりません。保安庁の船は残念ながらスピードが遅いです。海上補給という能力を持っておりませんので、いちいち港に帰らなければなりません。じゃあ海上自衛隊の補給艦を使えばいいじゃないかと言われますが、海上自衛隊の船は軽油で動いております。保安庁の船は軽重油で動いております。燃料の互換性がありません。そして給油口の口のこのサイズが違います。ここを直していくのは当たり前のお話でございます。そして海上保安庁法第25条、海上保安庁はいかなる場合も軍隊の機能を果たしてはならないとこう書いてあるが、自衛隊法80条は治安出動防衛出動の時は防衛大臣をもって指揮に当たらせると、この矛盾は何なんだというお話は我々立法府の人間以外に誰が解決できるんだということであります。共同訓練もしていかなければなりません。中国がやるとするならば何だろうか。いきなり武力侵攻、そのようなことはいたしません。海上保安庁の能力が足りないところを狙ってきます。潜水艦で刃に紛れて近くまで来て工作員が上陸をする、あるいは空中から空挺部隊が降下をする、それは民間人を装っています。そして我々がここを占拠したのだといったときに、どのタイミングで防衛出動が発動される、どのタイミングで日米安全保障条約が発動される、そういうことまできちんと考えておかなければ抑止力などにはなりません。抑止力をきちんと持っておくということが戦にならないための道であり、私はかつて軍事を知らずして平和を語るなという本を出したことがあります。強調でございました。ご案内の通り、私に付けられているニックネームというか、軍事オタク、軍事マニア、戦争大好き殺人鬼みたいな話になるわけですが、それは本当にそれを知っているものでなければ使いようがないんです。どうやって使うかということを知らないで使えるはずはない。私は素人ですと言い、答弁するときはもしもしと口走り、本当にそれで大丈夫なのか、ね、大丈夫なはずはありません。法律をどうするかという問題です。装備をどうするかという問題です。運用をどうするかという問題です。我々は文民統制の主体であるからして、それを知らないということがあっていいはずはない、そのように思っております。そういうことをきちんといつでも対処できるようにするということからまず始めましょう。そして集団的自衛権の問題は、日本国は世界に向かって私はどこの国も助けませんと言って大声で言って歩いている国です。そんな国が一体どこにありますか。そして合衆国との間は総務条約ですけれども非対照的です。本当にそれでいつまでもいいのか。それはかつて重光守外務大臣が
日本は集団的自衛権を行使するガンマで守る、よって米軍は撤退せられたいと言ったときに誰すが何と言った、憲法でそのようなことができるはずはないと、自衛隊にそのような能力はないと言って、その話はそれきりになってしまった。そして岸総理による安保改定につながっていくわけですね。今でもその日本ですか？50年以上経って今でもその日本ですか？私はそれでいいはずがないと思っております。竹島について申し上げれば、我が海上自衛隊は第7艦隊の2倍の規模、韓国海軍の4倍の規模を有しております。米韓同盟があって韓国は支えられている。しかしそれは日米同盟の裏付けあってのものであります。日米同盟が揺らいでいる、このことは韓国の安全を危うくするもの以外の何者でもありません。韓国に対して外交的な主張もしてまいりましょう。いかに軍事占拠は不法なものであったかも世界中に訴えましょう。同時に米韓同盟は日米同盟の支えあってのものである。自衛隊の力、そして日本の補給基地としての能力、それがなければ韓国の独立も平和もないはずなのであります。私は本当にこの国を独立主権国家にしたいと思っております。領土であり、一人一人の国民の命であり、日本国の統治機構であり、この3つは絶対にどこの国の人間にも指一本触れさせてはなりません。国家主権、そして国民主権、あれこれあれこれ文句も言う人もいます。それは当然でしょう。だけれども自分が為政者なりせばどうするかということを考えなければ、それは主権者ではないと私は思っています。国民の政治不信ということが言われますが、我々政治家は国民を信じているんだろうか、本当に勇気と真心を持って真実を訴えているんだろうか。私は政治家が国民を信ずること、そして語りかけることが必要なことだと思っております。安倍総理の高い志受けたまりました。私も本当に共感をいたします。私は実務屋でありますので、法律どうする、装備どうする、そういうお話をきちんきちんと詰めて、そして日本国のあるべき姿を何としても皆様ともに我が自由民主党は公正に残していかねばならない、そのように考えております。以上でございます。ありがとうございます。はい、阿部先生、石田先生、ありがとうございました。おそらく皆さんはしっかり心に受け止めて思うものがあったというふうに思います。考えてみると、こういう形でですね、お二方から、この数十分間お話を聞く、おそらく他の例でもないと思いますね。だからそういう意味ではこののぞみがですね、まあ、ある意味でパイオニア的な役割を果たしているということでございますので、よろしくお願いします。それでは早速皆様方からご質問を受けたいと思います。どうぞ遠慮なく、じゃあまずですね、今村先生、片山先生、それから稲田先生、柴山先生、この順番でいきたいと。で、できるだけ簡潔に言って、はい、お二方の、ね、答弁の時間というか、はい、お答えの時間を作りたいと思いますので、はいはい、今村でございます。今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございました。ちょっとすみません、時間だけちょっとだけ1分間だけください。実はこの間映画を見ましてね、映画は高倉健のあなたへという映画で、ございます。もう高倉健も素晴らしいんですけども、やっぱりこの映画を見ますとね、本当に日本の自然の美しさ、そしてつづ裏でですね、それぞれの一人一人の皆さんが人生を背負って、そして営みを演じられる、その生き様ということ、これはやっぱり日本の素晴らしい原点だなというふうに思いました。ぜひですね、この日本らしさをしっかり守っていくということで、外交防衛も大事なことだと思いますが、お二方にはよろしくお願いします。できれば映画を見られて、それに感動されたら、私は総理大臣としての資格があると思います。まあ余計なことはこれにまして、端的に2つだけ。一つはですね、8月15日、今年はいろんなことがありましたけども、靖国参拝はですね、総理になられたような場合にはどうされるんでしょうか。これを端的に、教えてください。
それからもう一つ、最近ですね、やっぱり中国のいろんな、先ほど出ました愛国教育云々というのが出ましたけれども、やっぱこれはですね、どうもあの時にはこれでなんとか収めようとしたことだと思いますが、その後やっぱりいろんな愛国教育が何で始まって、非常にですね、中国のこうなんて言いますか、様子がまあおかしくなってきている、とかくまあ内政の混乱をですね、外国に向けようという思う魂胆もあるかもしれませんが、やっぱりここでですね、この高度談話ということについてですね、これはやっぱりこれだけ、状況が変わってきている中で、ある程度やっぱり日本としてもきちっともう一回立場を明確にすべきじゃないか、歴史のですね、もう一回見直しも含めて、やるべきだと思いますが、これについてどういうお考えなのか、2点お願いします。今日は本当にありがとうございました。自民党の憲法改正案の時に、9条2項でひな壇のお二人が立って、何が何でも集団的自衛権をはっきり認めるのが自民党の憲法案だと言ってくださったから、それができたことを本当に感謝申し上げています。竹島でも尖閣でもメタンハイドレードとか海底熱水交渉があります。古谷先輩、それから新藤先輩のお力を得て資源確保戦略法を出しているんですが、その両党の近海でぜひもう自民党政権になったらはっきりとこう区域を設定して、まあ、今でもあるんですけれどもね、もう実行に入っていきたいと思うんですね。メタンハイドレートにしても、一部、まあ、天然ガスもあると言われてますが熱水交渉にしても、そこに向けての覚悟と具体的にどのように動かしていくかについて、お答えいただければと思います。すいません、完全に被るんですけれども、今日は夢の共演ありがとうございます。やっぱり私もメドベージェフさんにしても、それからイ・ミョンバク大統領にしても、不法上陸の理由としてですね、歴史認識問題を持ち出しております。やっぱりリーダーは歴史認識で対抗しなければならないと思っております。一つは、まあ、河野談話の見直し、そして靖国参拝についてお伺いいたします。どうか、しばらく。金正恩体制になった北朝鮮、この北朝鮮の、要するに国情が変更したというように考えるのか、今民主党政権が、北朝鮮に対して、韓国との間のですね、交渉がうまくいかない中で接近を試みておりますけれども、それについて、どのように評価をされているかということについて、どのように民主党政権の今の北朝鮮に対する対応を評価し、そしてこれまでの自民党政権の政策を延長すべきなのかということについてまずお伺いします。そして2点目は先ほどのお話に少しかぶりますけれども、やはり自らの国を自ら守るという気概をですね、持つためにはどうすればいいか。韓国は若い者たちは徴兵制を敷いています。しかしながら日本の自衛隊は徴兵制ということではありません。このような中で本当に自らの国を自らが守るという、そういう若者たちの気概というのが養えるのかということについて、お二人のお考えをお聞かせいただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。その他の質問はかぶりますので、1点だけお伺いしたいんですけれども、国益といったときに我が国には定義が定まってなさすぎると思うんです。で、2年前の中国の船長を捕まえたときに、いろいろな国益がかぶりました。独立主権を守るべきなのか、あるいは経済的な関係を守るべきなのか、あるいは法人の命を守るべきなのか、そういう意味で先生方が考える国益として一番重要にして守るべき国益は何なのかというお話をお聞かせください。石破先生にね、例えば集団的自衛権の問題でね、法律を作らなければ難しいでしょうという話がありましたですね。憲法の範囲内でと、そうなりますと先に憲法の中で今の憲法の法制局の答弁は、いわゆる集団的自衛権はあるけれども実行はできないよというのになってるんですね。ですから新しく法律を作って現行の中といってもですね、いわば先にこの、その解釈はですね、その範囲内にあると、集団的自衛権を行使できる。しかし集団的自衛権もその安倍さんの答申の時にはですね、無制限になると言ったわけではなくて、防衛的なところ、あるいはそのアメリカが直接攻められている時、日本の上空の域内を通る時には発動しなければいけないんじゃないのかという答申になっているわけです。ですからそういうものが憲法の範囲内であるという側に認識したからこそ、そういうことができたわけですから。だから新しく法を作るということは、当然今おっしゃいましたように、
いわば法律を作るためにはですね、その憲法の範囲内でなければできないのは当たり前ですから、そういう意味ではですね、先生の言われた議論は実は本末転倒ではないのかという感じがします。いろんなことに関してですね、まあ安倉の問題とかもいろいろありますから、過去の先生の発言とかもですね、そういうところもですね、やっぱりその何かこうその時その時に合わせて、なんかこう理屈でね、こう少しずつ変えていってるとしか思えない。対極化についてですね、そこまで本当に合ってるのかどうかということについて極めて疑問があるというのが、私は今お話をお聞きしたように、私の率直なる疑問です。これだけちょっと質問にしていただきたい。最後によろしいですか。今日はありがとうございました。私からは2点お話を伺います。まず、もしご自分がリーダーになったときに尖閣はどのように具体的に運用していくかについて、ぜひ具体的に、考えをお聞かせ願いたいと思います。2点目ですが、先ほど安倍先生の方から他国の愛国教育についての話が出ましたが、一方日本における領土教育、そして教科書の問題というのは、まあ、日教祖的なるものの祖師によって、例えば、八重山地区ではしっかりと領土が書かれている教科書を採択したにもかかわらず、竹富町は全く別の教科書を採択するという、まあ、おかしな動きの中で、きちっとした領土教育が日本で行われていない。例えば小学校低学年では社会科という教科がないですから、子どもたちにしっかりと、日本国の、領土あるいは、領海というものが教えられていない現状があると思います。その意味では、教科書採択制度、教科書検定制度、まともな教科書がどのように作られるか、そして日教祖的なるものの思想を排除してきちっと教えられる環境を整えるかどうか、これは非常に重要な問題だと考えますが、それについてのご意見をお聞かせください。ありがとう。今7人の方から、ご質問ありました。靖国の問題、河野談話の問題、メタンハンドルをはじめとする資源確保、自らの資源確保の問題、歴史認識の問題、北朝鮮にどう対峙すべきかという問題、国益の定義、あるいは集団的自衛権対極化、そして、愛国教育、そして、歴史教育、領土教育についてどう思うか、まあ、これだけ盛りだくさんのございましたので、最初のご講演は安倍先生がお先だったので、今回は石破先生から、それでは全部一括してお答えください。かなり難しい。これをお話すると多分2番2番やって議論しなきゃいかんことなんだろうねと思っております。一つ一つきちんとお答えできるかどうか分かりませんが、お許しをいただきたいと思います。靖国のお話でございます。私はこれはもうずっと申し上げていることですが、靖国神社と日本国兵士とのお約束は何だったのか、これは2つです。少なくとも私はそう理解をいたしております。どのような人でも神として祀られる、これが1つです。日光東照宮にしても報国神社にしてもそうですが、歴史上の偉人が祀られることが多いのですが、どのような方でも日本国のために参議をされた方はお祭りをする、これが一つです。もう一つは恐れることでありますが、陛下がご心配賜るということでございます。この二つのお約束は今も守られなければならないと思っております。それは陛下のお御心を我々が考えること自体恐れ多いことでありますが、先帝陛下もある時期から近所陛下もご心配なさっておられません。私は総理大臣が参ることもそれは意味のないことだとは申しません。ですけれど、例えば鳩山さん、菅さんがお参りされることを英霊は望んでおられるだろうか、そんなはずはないのであります。我々は何をすべきなのかということは、この問題はすごくこう微妙なというかな問題です。私はそうあるべきだ、それはとても難しいことで、こういうところで議論をするお話にはそぐわないのかもしれません。そこをきちんと本当に真剣にお話をすべきだと思っております。この談話についてであります。河野談話について申し上げておきます。それはその時その時できち
ちんきちんと真実を探求すべく、我々はそういう真摯さを持っていかなければなりません。それは元石原副長官のお話等と、この河野談話というものをさらにさらに正確なものにしていくという努力は、私どもは決して怠ってはならないものだと思っております。しかしこの問題について世界中の人たちがどれだけ認識をしているかということも、我々は同時に考えていかなければなりません。その問題が理解不十分なままに、日本の発信が誤解をされて、かえって国益を損ねるということがあってはならないということも、私たちは為政者として政治に携わる者としてよくよく配慮をしていかねばならない。この問題は日韓条約の時に終わったものでございます。そのことは事実として抑えていきながら、真実の探求は怠ってはならない、そういう問題だと思っております。その努力は今後もしていくことは当然であります。エネルギーについては片山先生からご指摘がありました。これは私政府におりました時も随分とやってまいりましたが、区域を明示する、そしてそこにおいて当然我が国は権利を行使する、そしてその行為がきちんと守られなければなりません。それがきちんと守られないようではどうにもならないので、法整備あるいは能力が今で十分かどうかということはきちんと検証して、区域を明示し権利は行使すべきだと考えております。島山先生からでしょうか、金正恩で変わったかというお話、それは分かりません。正直言って分かりません。ですけど、私が安全保障の問題をやるようになったのは、今からちょうど20年前に金日成の80歳の誕生日に、あの時はまだ拉致問題も表に出ていなかった、あるいは銃撃戦もなかった、そういう核実験もやってなかった、ミサイルも飛んでこなかった、そういう時代のお話でございます。私は一度だけ見てみたいと思いました。見ないで、あの国はとんでもない国だと言っておっても、じゃあお前見たのかと言われたらそれで終わりですので、一回見てみたいと思いました。あれだけの反日、あれだけの独裁、あれだけのマインドコントロールの国は必ず何かやると思いました。その時から安全保障の仕事を始めております。北朝鮮の目的というのは、金一族による支配の継続であり、そしてまた朝鮮半島の統一であり、米軍をそこから撤退させるということが、そんなに簡単に変わるものだとは私は認識をいたしておりません。それは本質的にそれは変わらないということをよく理解をしながら、今後の北朝鮮政策は進めていくべきものであるというふうに思っております。そういう意味で民主党の今の政策というものは誤りだと思っております。若者の愛国心については、これは私はフランスの防衛政策に大変関心がありまして、つまり徴兵制というものと議会制民主主義といいますか、民主制度といいますか、それまでは王様が勝手に戦争を始め、王様が勝手に戦争をやめ、王様が勝手に税金を集め勝手に使いということです。そうであってはならない。税金を集めるのも使うのも国民が決めると、国は国民が守るよって徴兵制だということは一つのセットになっているものでございます。ですけれど、それは費用対効果があまりに合わないので、フランスはやめました。ドイツも最後まで維持していましたが、これをやめようといたしております。ドイツが徴兵制を維持するのは、私ドイツに行って随分聞きましたが、ナチスドイツみたいなことを絶対に起こさないことだと、軍と国民が乖離をするということが一番あってはならないことだ、与党も野党もそう言っていたのは非常に印象的であります。ですけど、費用対効果が合わないのでやめると。じゃあフランスは何やってるかというと、国防の日というものを作って、徴兵年齢に達した男女は必ず安全保障についての勉強をする。それを受けなければ車の運転免許はもらえない、大学の入学資格は与えられない。フランスという国はそういう国です。日本でそれをやったとしたら、それは大変なことになりますよね。私は国を守るっていうのはそういうことを、それをすぐやると私は言ってるわけではありませんよ。ですけれど、そのことに対するご理解は、これ言うと嫌われるからなっていうんで訴えないんでは、いつまでも日本国に対する思いっていうものをみんなが共有することにならないと思っております。国益につきましてのご質問は、私はこれは金には変えられないものがあるっていうことだと思っております。
国家主権というのは金でもって変えられるものだと思っておりません。領土の一部を失う者はやがて領土の全てを失う。国民一人大事にできない国は国民の全てを失うということだと思っております。これが国益で他は違うというつもりはありませんが、その利益は経済的なものだけではないということだと認識をいたしております。あとはですね、尖閣をどう活用するかというお話、それは国有化したんで今のままでおきますよということだとすれば、国有化の意味がないと思っております。どうやって実効支配を高めるかということは船だまりというお話もございましょう。ヤギというもののあるべき管理のやり方というものもございましょう。気象観測所というものもございましょう。それはどうやって実効支配を高めていくかということについて、今のままではいけないという認識を持つことだと思っております。二教祖のお話はそれはその通りだと思っております。要はもう吉井先生が一番ご案内の通りで、私は自分が教わった先生たちも亡くなられた方々も多いのですが、本当に子どもを教えることが何よりの生きがいだという方々、そしていろいろ見解の異なることについては、それはこういう考え、こういう考えもあると、どう考えるかということを問うのが私は教育のあり方だと思っております。一方の考え方だけを教える、それはどの国とは申しませんが、そういう教育のやり方が正しいと私は思っておりません。そして何よりも子どもが大好きで、我々の時代は日直とか宿直とかありました。私は中学の先生に、俺今日宿直だから分かんないやつ気に来いって言われて、一晩教えてもらって、ああ二次関数ってこういうものなんだっていうのが分かった覚えがものすごくあります。そういう先生が増えてほしいなと思っておりますし、そういうつもりのない方、生徒は先生を選べませんので、そのことは我々はよく認識をしていく義務があると思っております。江藤先生から厳しいご指摘を賜っております。これはこの議論は先ほど申し上げましたように7年間かけて私だけの思いでやってきたものではありません。全部の国会議員の皆様方にご参加いただき、カンカンガクガク、回数にすれば30回にわたる議論を経て行ったものでございます。それはお前時々変わるなと、その都度その都度ご都合主義的だなというご批判だと思っております。この集団的自衛権の問題に関しましては、そのようなものではございません。私はこの間の議論に自信と責任は持っております。つまり日本国憲法が要請をしているのは必要最小限というものでございます。だとすれば、その必要最小限が個別的自衛権に限るということを論証したものは何もございません。必要的最必要最小限というものを維持した上でどう変わるかというお話なのであって、これは最後に小村先生からもいろんなアドバイスをいただきました。その中で考えていくというものであって、決してご都合主義的なものであります。私はこのことに関してだけは自民党の今までの議論の責任と誇りを持っているつもりでございますので、そのことは申し上げておきます。以上で、はい、ありがとうございました。それでは、同様の質問に対して安倍先生よろしくお願いします。はい、まずですね、国を守る、これがかなり私は根本的な、問いなんだろうと思うんですね。子どもたちが、国を守るという気持ちを持つかどうか、これはまさに私は戦後教育の問題点がそこに集約をしているんだろうと思います。と同時にですね、戦後60何年間の価値観にもつながるんだろうと思います。これは自由民主党ができて、50何年間経つんですが、貧しい国をなんとか豊かにしよう、それは正しい方向だったんですが、その中でやはり経済市場主義になる中において、価値の基準がですね、損得に置かれるという風潮があったことも事実であります。得だからやる、損だからやらない、学校においてですね、国のために命をかけるやつなんていうのはバカなことだと教える先生、私の先生も事実、そうで、ありました。しかしそこで例えば昨年の 3.11 の時の出来事を見ればですね、南三陸の女性職員は最後までマイクを握って避難誘導に努めて命を落としたんですね。彼らが示した行動というのは損得を超える価値があるんだということを示したんです。損得を超える価値こそ家族を守るためであり、地域を守り、そしてかけがえのない祖国日本を守るときには誰かが命をかけなければ守ることはできないんだということを示したんですね。私たちが享受している自由や民主主義、これ日本という国があって
こそなんですね。国と国民、対立概念で考える人たち多いですね。時には対立的なことになることもありますが、民主国家においてはですね、まさに私たちがこの国を維持していることによって自由と民主主義が守られるんですね。そして基本的人権を守るのもこの国があってこそであって、その時に誰かが命を懸けなければいけない。同時にですね、この国を愛おしいと思わなければ誰も命なんか懸けませんよ。当たり前じゃないですか。だからこそ私たちは教育基本法を変えて、そして、教育の目標をしっかりと書き込んでいきましたね。日本の文化と伝統を尊重し、そして郷土を愛する心、国を愛する心を書いていった。しかし残念ながら、それにのっとって学習指導要領も変わったんですが、しかし民主党政権になってですね、この学習指導要領にちゃんとのっとった教科書が採択をされていないんですよ。とうとう菅政権というか今の政権になってからも、検定自体がやや危うくなって、しまいました。つまりそこの根本問題が私はまず一番大切ではないのかなと思います。そしてこの問題は靖国の問題にもつながっていくわけでありますが、国のために殉じた英霊に対して国のリーダーが尊崇の念を示す、これによってですね、やはり日本のために命を尽くすこの重要性をみんながお互いに認識を共にするんだろうなと私はこのように、思います。私は総理在任中に靖国に参拝できなかったこと、私は本当にある意味残機に耐えないわけであります。小泉政権当時、首脳会談が、ずっと5年以上ない中において、これを打開するということにおいて、私は靖国に行かない、民主党政権はそれを宣言してますが、行かないということは絶対に言いませんよ。しかし行くということを宣言しなければ、まずは首脳会談から日中関係を再開する、そしてまた、日本の国連常任理事国に対してブロックしない、あるいは拉致問題に対して理解し日本の立場を支持するというところまで、だんだん向こう側の理解が進む中において、私は、あえて行くとも行かないとも言わない。しかし官房長官時代にもそのスタンスで私は実際参拝を、いたしました。私もどっかの時点で行こうとこう考えていた、1年で辞めていくと私想定していなかったものでありますから、その時期を失ってしまったということは大変私にとっては残念なことであり、ご英霊に対して申し訳ないという今でも思いを持っております。それと河野談話についてでありますが、河野談話の一番の核心というのは強制性ですね。いわば人さらいみたいに長女をさらって慰安婦に来てしまったということが、これは核心でありますが、これについてはそれを示す証拠がなかったということについて、安倍政権自体に閣議決定をしています。この段は閣議決定をしていないものでありますが、ここは閣議決定をしているんですが、そのことがですね、国民にも国際的にもアメリカにおいてもこれ共有されて、いないんですね。ですから人さらいみたいに連れて行ってしまった、これは特筆すべき、出来事であったと、言ってもいい、これを我々で子孫に対してこの不名誉を私は背負わせるわけにはいかないんだろうと思うんですね。ということについては、これはむしろそのことを、しっかりと説明していく上においては、新しい国のもし自民党が政権に戻った時にですね、その時に、十分にこれはさまざまな配慮をしながらなんですね。これはアメリカがですね、この問題に対して非常に、これは韓国ロビーや中国ロビーが、頑張ってきた結果でもあるんですが、非常に反応するということもありますから、それはちゃんとやらなければいけない。しかしとうとうですね、ああいう慰安婦の日がですね、アメリカにもたくさんできるようになったこの段階、もしあれを倒そうと思って訴えたとしてもですね、この談話があると裁判で勝てるかどうかもわからないということになっていますから、それはここに至ったということはですね、自民党が政権に復帰すれば過去のことについてもう一度新しくやり返るというチャンスは私は生まれてくるのではないだろうかと、このように思います。しかしこれ外交問題ということはですね、十分に頭に入れながらやっていく必要はあるんだろうと思います。そしてまた歴史認識の問題なんですが、私は基本的にはですね、政府や政治家が歴史認識というのはもちろん頭にはあってもですね、それを決定するということは間違っていると思うんですね。これは歴史家に任せることであります。その観点から言えば、村山談話というのは一歩超えてしまっていると思いますね。政府が行うこと、これは外交上も配慮しなければいけません。となるとですね、ファクトとは
違うことになってもそれを飲み込んでやらざるを得ないとするとですね、これやっぱりおかしいだろうと、まあ、こんなように、まあ、もうわけで、あります。そしてまた、メタンハイドレートの問題なんですが、これはまあ日本の周りにある、まあ、この資源を生かさなければいけません。そしてまた、まあ、例えば、まあ、尖閣の周りのさまざまな資源、あるいは東シナ海もそうなんですが、まあ、尖閣については棚上げ論というのが、ありました。でも棚上げ論というのは、まあ、これはですね、外交的に、これは棚上げということが決まったものではもちろん全くありませんし、私も総理大臣の時にこれ棚上げだよって、引き継ぎをしたわけでは全くないわけでありまして、中国は自分のところの軍事力が弱い時には棚上げを言ってきます。しかし軍事力は、だんだんついてくると、いきなり取ってくるというのが、まあ、彼らの、まあ、上等手段であろうと思います。まあ、日本はなんとなくそんな雰囲気の中で、あの東シナ海でも典型的なんですがね、中間線より、日本側を開発をしなければ中国側は開発をしないとこう信じてやってきたにもかかわらず、どんどん向こうが開発をしてしまって、今日に至っています。まあ、ですから、これはですね、我々でつまりそういう海洋資源というのはちゃんと活用していきますよということでいいんだろう。まあ、その中においてですね、先ほど申し上げました中国も成長のためにエネルギーが必要であるんであれば、我々も、まあ、様々な形でですね、協力していくことに、まあ、やぶさかでないと、こういうことではないかと思います。そして、まあ、北朝鮮でありますが、小泉総理が訪朝して、まあ、10年経ちます。10年経っても残念ながらあれ以上の成果が上がっていないではないか、圧力をかけるという姿勢間違ってんではないかという、まあ、批判もありますが、ここは冷静に分析をしていく必要があると思うんですが、小泉総理が10年前9月17日に訪朝するまでは北朝鮮は拉致問題はなかったと言い続けてきた。なかったものがあったよと認めさせる戦いなんですね。そして9月17日に行った。しかしその時点でも5人の被害者は日本に帰りたくないと言っている。この段階でも彼らは嘘をついています。そしてその後の1ヶ月間はそれはそうではないと覆す戦いでありました。5人の被害者が帰ってきた時に、我々はこういう判断をしたんですね。彼らを国家として日本に残す、そしてこの5人の被害者の家族を日本に返さなければ日中国交正常化交渉はしない。マレーシアに担当大使が言っていたんですが、我々の方から返さなければ正常化交渉しませんよ。正常化の先にはまさに日本からの賠償というのがあるんでしょ。この賠償なければあなたの国は立ち上がっていけませんよということを示しました。つまりこれはある意味では日本が国益を中心に据えて日本のペースで外交を展開した。でもペースで展開すればすぐに結果が出ません。残念ながら8名が勝ってくるまでにですね、2年近くを用意したのは、まあ、事実でありますが、そこからの戦いというのはこの子どもたちをいや家族を取り返す年間の戦い、において我々は2004年の4月に制裁を可能にする法律を通した結果、小泉さんの訪朝を受け入れ、そして8名の子どもたちや家族は帰ってきました。でそして次の戦いというのは8名死んでるというのは違いますよ。今まで覆してきたんですから、今度はこれを覆す。でもこれを覆すのはそう簡単なことではない。それぞれ8人には、まあ、死んでいると彼らが言っている、なぜそっちのカテゴリーに入れたかという、まあ、理由がですね、対韓国事実やった、あの爆破やったりとかいう理由もあります。キム・ヒョンヒと会った人物は返さないというカテゴリーに入れてしまっている。でこういうものをですね、覆すのはそう簡単なことではなくて、キム・ジョンウンに変わったことによってある種のチャンスが生まれましたね。お父さんはやったけど、あの関わってるけど本人はやっていないんですから。しかしお父さんがやったことを覆すのはそう簡単なことではありませんから、やっぱり私は基本的にはかつてやっていたバンコデルタでやったような金融制裁が基本的に日米で協力をし、またスイスやいろんな国を巻き込んでの金融制裁、あれが実際効いたんですから、あれをもう一度、外交力で再構築していく必要があるんだろうなと、こう思います。そして、国益はもう今まさに私が話してきたような、ことでありまして、まあ、国益というのはもちろんゼニカでもありますよ。ビジネスがちゃんとやれて日本がビジネスが良くなる、環境を作っていく、まあ、これも、まあ、国益でありますが、まさに国益については私は石破さんがおっしゃったことと共有するところであります。そして日本の国益、日本の誇り、これも譲ることのできない国益だろうと、こう思うわけであります。日本外交というのは礼儀正しくて物静かなんですよ。おそらくこれからも私はそれでもいいと思う、まあ、しかし私たちの領土領海を犯すことは断固として許さない、そして日本の誇りを傷つけることも許さないという姿勢をですね、持っていくこと、
これが大切ではないのかなと、こう、思います。大体これで、終わったんだろうと思いますが、集団的自衛権についてちょっと私も手加えさせていただきますと、集団的自衛権について安倍政権でやったこの4分離についての変更、これ集団的自衛権だけではなくて海外での武器使用も含めてなんですが、集団的自衛権、普通集団的自衛権というのはどの国に対しても使ってもいいんですが、これをですね、日本を守るために何が必要か、時代も随分変わりましたねという中においての、解釈、の変更なんですが、今石破さんが言われた絶対概念として集団的自衛権全部ダメということではなくて、いわば必要最小限を超えるという量的な、制限であるということはもうずっと今までの答弁の中で私もそのことについて、質問しまして、そこに着目をしましたが、それでも法制局はですね、これは、法制局の実は答弁もですね、結構変わってきているんですがね、実は変わってきていますし、権利を持っているというのはこれ国際法的に権利を持っているけども、憲法上使用できない、これ微妙にずらして非常に分かりにくいんですがね、ですから、これはですね、やはり、法制局にちゃんと、法制局というのもこれ総理大臣が、最終的な解釈権を持っていますから、私は基本的にそこで解釈を変更し、そして、今基本法を法律的な裏付け、という順番、先に私閣議決定で、4分類については、これはもうこの 4分類をやれば具体的にはかなりいくんだろう、ただ憲法、日米同盟上ですね、我々が義務を負うという必要というのはすぐにはないんだろうと、思いますが、これは、この同盟上もですね、ちゃんとこうするというのは最終目標ではありますが、すぐに我々で義務を負う必要というのはなくて、これをやることによってですね、より安全に、なるんだろうなと、こう思うわけであります。石破さんも私もですね、よくタカ派とかこう言われるわけでありますが、タカ派、私はいつもこう言っているんですが、タカ派というのは結果を重んじるんですね。結果として平和が守れ、日本および世界の人々が平和に暮らしていく、ハト派の人には悪いんだけども、ハト派と言われている人はハト派と言われることをもって尊しとなしているんではないかと、こう思うわけであります。以上であります。